山本周五郎作。大井之助始末。第一章。大井之助高中は、相模の神高持の長子に生まれた。母は松平氏で。高中の下に、八五郎、亀之助という二人の弟が生まれたが、その二人の母は、側室の 石川氏であった。彼の幼名は法師丸と言い,い、13歳までその名のままでいた。それは彼が生まれた時、この和子は育たないかもしれない、と恩養家が言い,い、役をよけるために法師という名を付けたのだそうである。そして、高持は彼を昭愛するあまり、 もし解明して間違いがあってはという恐れから、そんな年まで幼なで呼んでいたということであった。温陽家の予言にもかかわらず、宝士丸は極めて健康に育った。しかも軽く、包装も軽く済んだ。体つきは肥えて骨太で、背丈も高く、動作はキビキビと敏捷だった。 ふっくりと頬の赤い顔は一文字なりの濃い眉と、切れ長の涼しい目と、線のはっきりした口つきとで、いかにも高い気品と頭の良さを表しているように見えた。彼は健康で賢い子に育った。七歳の春、家臣の中から選ばれた、同じ年の子供たち十五人が学友として上がり、 学問と武術との稽古を始めた。学友たちの方は、大抵5歳くらいから、素読もやり、袋しないを持たされていたが、法士丸は父の意見で、それまでに稽古事は何もしていなかった。彼はすぐにそのことに気づいた。みんなは自分よりよくできる。法士丸はそう思ったようである。しかし、 一年余り経つうちに、学問も武術も目覚ましい心境を見せ、やがて学友十五人を抜いて第一位を占めてしまった。自分ではそれが信じられなかったらしい。彼にはその頃からそんな神経があった。教官がそのことを学友たちに向かって行った時、その教官を呼びつけて、 自分を特別扱いにしないでくれ。教官は返事のしようがなかった。法師丸は力も強く、相撲が好きで、学友たちとよくやったが、誰も叶うものはなかった。十五人の中では、正木小三郎が一番強かったので、誰よりも多く相手をさせられたが、 一度も法師丸には勝てなかった。ある時、よほど悔しかったと見え、泣きながらむしゃぶりついたことがある。法師丸は、当惑した。だって、相撲じゃないか、小サブ。と言って、なだめようとした。よせよ、相撲じゃないか、よせよ、小サブ。だが、小サブはなお飛びかかった。法師丸は、 彼も投げげ飛ばして逃げたが、彼は投げられても投げられても追って行き、どうしても捕まらなくなると泣きながら家へ帰って行った。法島は明くる日、小三郎に自分の担当をやった。小三郎は赤くなって昨日の無礼を謝り、これからは決してあんな真似はしないと誓った。 その時の担当は殿下の菊一文字だったので父の高持から助貞のをもらい俺の代になったら菊一文字の方をやると約束して小三郎と取り替えたもちろんその約束は問題ではないが法師丸にはその自分からそんな風な思いやりがあったのである 父の高持は法師丸を溺愛した家臣たちもこの君こそ半家の中高になられるだろうと頼もしく思っていたが高持があまり可愛がるのでかえって法師丸のためにならないのではないかと心配するくらいであった法師丸は無事に成長した13歳で菊次郎と改名し学友は 5人に減らされた小三郎はその中に残ったそして学問も武術も他から一流の師を招いて稽古を始めたが17歳になるまでやはり周囲を締め通したそしてその年から5人の学友の任を解き大井之助高中と名乗っ 藩となるたた。めの勉強にかかったここまでは無事であった。高持の出来合いにもかかわらず彼の明瞭率直であり勤勉で思いやりが深くいかにも好ましい性質と健康に恵まれた体と明晰な頭脳とは少しも損なわれることがなくますますその長所を伸ばしていくようであった。 しかしそれは十八歳の秋までで、それからの彼はすっかり変わってしまった。大井之助は十八歳の秋、吉岡新之助という自身を手打ちにした。新之助は二百国石ばかりの古生組で、その時年は十一歳。芝浜の中屋敷の庭で、大井之助と二人だけで話していた時、 手打ちにされた。人たちで首から胸まで切り下げられその場で絶命した「無礼なことをしたから成敗した」大井之助はそう言った「新之助が手討ちになったと聞くとその父の五郎左衛門夫妻は申し訳なしという遺書を残して自殺した」「我が子が若殿に無礼をしたので」 謝罪のために死んだのであろう。高持は、大井之助を呼びつけて、初めて強く叱った。大井之助はただ、無礼なことをしたというだけで、具体的に何をしたかも説明しなかったし、悪かったと思う様子もなかった。逆意でもない限り、自分で手にかけることはならん。と高持は言った。罪があれば、 そのよしを老職に申し、おきてに従って罰しなければならぬ。そのくらいのことがわからぬお前ではあるまい。彼の無礼は許せないものだったのです。それならどう許せなかったかを申してみろ。いや、申しますまい。と大井之助は言った。人の気持ちはそれぞれ違うものです。私には許せないことでも、父上には笑って済ませるかもしれません。 私には許せなかったという他に申し上げることはございません。高持は黙って吐息をつくばかりだった。大井之助は麻布二の橋の下屋敷で三十日の謹慎を命じられた。藩主の生死が三十日の謹慎に服するなどということは、おそらく他に礼がないと言ってもいいだろう。 大井之助の人となりを知っている家臣たちは、連署して相模の神に友情を訴えた。しかし、当の大井之助はそれを承知せず、自分から進んで約半年の間、下屋敷にこもっていた。芝桜川町の本邸へ帰った時、大井之助の性質はすっかり変わっていた。 顔色も悪く、体も痩せ、ひどくむらきで、神経質で、つまらないことにすぐカッとなった。酒も飲み始めたが、飲むと乱水し、わめき叫んだり乱暴をしたり、器物を壊したりするのであった。これは病気に違いない。みんながそう思い、医者に見せようとしたが、大井之助はどうしても承知しなかった。 無理に診察させようとすると刀を抜いて危うく医者を切ろうとさえした。一体どうしたことなのかなぜそんなことになったのか誰にも理由がわからず、家中全体が途方に暮れた。高持の落胆と嘆きの深さは、周囲の者の目を背けさせるほどであった。 密かに火事祈祷なども試みたが、もちろん効果はないし、高中の狂体は憎をするばかりのように見えた。そこで静観な国元で保養させようということになり、幕府へは相模の神に代わって国入りをさせると届けた上、十人の自信をつけて国元へ送った。 国元での大井之助は、一年近い間落ち着いていたが、出布する間際になってまた暴れ出し、そのため病気という届けを出して出布を伸ばさなければならなくなった。それから乱行が始まった。その年に城を出て、椿ヶ丘の山荘へ移り、江戸からついてきた十人の地震と、 気ままな生活を始めたのであるが、遠乗りに出ると、農家の娘をかすめて行き、五日も七日も止めておいて主演をしたり、また城下の遊女や芸妓を集めて、松屋川で船遊びをしたりした。酔うとすぐに逆上し、刀を抜いて暴れるのはいつものことで、そうなるともう周囲の者は遠く逃げて、 静まるのを待つより手段がなかった。こうして二年経つ間に、江戸から老神がいさめに行ったが、還元など受付もしないし、また、江戸へ帰れという高持の命令も聞かなかった。しかも、行政はますます悪くなるばかりで、ついには、泉谷仁助という、藩の金子用を務める、 アキンドを切ったり、遠乗りの途上、城彩大囲号の豪能、セギキューベを切るなどという凶暴なことをするようになった。二人とも死にはしなかったが、仁助は左の腕を切り落とされ、キューベは太ももを切られて、右の足を失ってしまった。もう狂気に間違いはない。 江戸で老身の蜜ぎが繰り返された。座敷牢を作って監禁するか、さもなければ命を縮めるより仕方がない。このままでは半家の大事になるという意見に一致した。相模の神高持は病弱だったので、国元における大井之助の行情は、ある程度まで内密にしてあったのだが、 こうなっては隠しておけないので、老身列座の上、すべてを報告し、命を縮めるという点は言わず、監禁の許しを願った。高持はひどく参ったように見えたが、監禁の説には首を振り、命を縮めるようにと言った。狂気に間違いがないなら、監禁するのはかわいそうだ。 高持は言った「あれが檻の中で獣のように生きていることは俺には到底耐えられそうもないむしろ命を縮める方があれのためにも慈悲だと思う」「老親たちは黙って神戸を垂れた俺が命ずる」と高持は言った「葵之助の命を縮めるがいい」 第二章。漢方二年九月、まさき兵衛は、松村の城下町へ着き、二の丸下の広岡殿の屋敷を訪ねた。広岡は、八百七十国の筆頭柄をであるが、江戸からの知らせで、兵衛の来ることはもう分かっていたから、すぐに通して、丁重にもてなした。兵衛は、 風呂を浴び、着替えをしてから、殿もと会った。殿もは五十四五の、痩せた小柄な体つきで、髪にも眉にも白髪が混じっていた。挨拶が済むと、殿もが、酒を飲むか、と聞いた。飲みます、と兵衛は答えた。平十郎殿は下戸だったが、 父は死ぬまで飲みませんでした。と兵衛が言った。父をご存知なのですか知っている。そこもとには祖父にあたる兵衛殿も知っている。と、ともが言った。兵衛殿は主号で、酒では家中に敵のない人だった。床もとは名と一緒に兵衛殿の酒を受け継がれたのであろう。 私はそれほど飲みません。どうだかな本当にそれほどは飲まないのです。ああ、いい。と、殿もは言った。後で見せてもらうとしよう。夕下まで休むようにと言われて、ヒ衛は一度、自分に与えられた部屋へ戻った。そこには、友をしてきた、内田十右衛門が、ヒ衛の脱いだものを片付けていた。 十右衛門は五十七歳になり、祖父の代からの家牧なので、亡き父と殿元の関係を聞いてみた。十右衛門はよく知っていた。兵衛の亡くなった父、平十郎は、元国詰めで五百国ばかりの中老を務めていた。酒もタバコも飲まず、金直を型にしたような、クソ真面目な性格だったが、 あまり真面目でありすぎたため、同席の人たちとも折り合いが悪く。ある時、些細なことで老職と喧嘩をした結果、病気と称して隠居を願い出た。仲のいい自由でもあれば、取りなしたのだろうが、普段周囲から煙たがられていたので、誰一人それを止めるものがなかった。隠居願いは藩主の手に届き、その事情も分かった。 当時、相模神高持は若かったし、ちょうど病気中で気も立っていたのだろう。不届きだから、食禄を召し上げて追放しろと怒った。そこで老人たちが初めて鳥なしにて、ようやく食禄半減の上、江戸詰めということに落ち着いたのだという。そうか、そんなことがあったのか。 あなたはまだ落ちそうございました。と、十右衛門は言った。確か、お四つの腹だったと思います。すると、と、兵衛は声を潜めた。その時、父が喧嘩した、相手の老職というのは、もしかするとここの、いや、私は存じません。十右衛門は話を逸らした。それよりも、 あなたのおじいさまは、しゅ家で、酒のけの耐えたことのない方でしたが、百五十国のし頭から、五百国の中老にご出世をなさいました。それを、い直一方の父が半分に減らしたというわけか。世の中には、皮肉なことがあるものです。しかし、とひょう衛は言った。とのものは、 なぜあんな話を持ち出したのだろう祖父が死亡だったとか、私も酒飲みだろうとか。十右衛門は席をした。兵衛は彼を見た。お前にはわかるのかい,いえ、何も存じません。と十右衛門が言った。ただ、先ほどちょっとお見かけしたのですが、こちらにはお美しいお嬢様がいらっしゃるようでございます。 よしてくれ。と、ヒョウエは言った。母上とお前は、そんなことばかり考えている。たくさんだ。今、自分がどんな立場にいるか、話したらさぞびっくりするだろう。そう思ったが、もちろん口には出さなかった。十右衛門は、また咳をした。しかし、ヒョウエは気づかないふりをしていた。夕下の席で、労か家の人たちに会った。 長男の又十郎夫妻、殿もの夫人と、右輪という娘である。長男夫妻は、邸内の別棟に住んでいるという。右輪は十九歳。十右衛門が話していた娘だろう。小柄な体つきの痩せ型の、とんがったような、少しも美しくない顔立ちをしていた。夕下は早く済んだ。 食前には酒がついたし、殿も夫人と又重郎の妻女が給仕に座り、しきりに取り持ってくれたが、殿も又重郎もほとんど飲まないので、自分ばかり飲むわけにはいかなかった。遠慮なしにお重ねなさい。と殿もはいくたびもすすめた。その飲みぶりなら大丈夫だ。さっきのは冗談だから、もっとお重ねなさい。 ヒ衛は赤面して逆付きを伏せた。その夜、寝前入ろうとしていた時のことであるが、廊下に忍び足で人の来る気配がした。ヒ衛はどは殿だろうと思った。あのことを話しに来たのだな。そう思って座り直したが、障子の向こうから聞こえたのは若い女の声であった。 彼は不審に思いながら「どうぞ」と言ったすると障子を開けて入ってきたのは娘の右わであった兵やは驚いて必要もないのにまた座り直した「ひと言お断りに参りました」右わはこう言って障子際に座った何か怒ってでもいるらしくとんがったような顔が こわばり、目はこちらをさすようなきつい光を帯びていた何でしょうかとヒ衛は言った私あなたと結婚はいたしませんと右輪は言ったあなたに限らずどなたとも結婚はしないつもりですからちょっと待ってくださいヒ衛はあっけに取られた失礼ですが と彼はと思った私にはおっしゃることがよくわからないんですが。ですからお断りに参ったんですわ。いやそうではなく彼は唇をなめた。つまり私はいやあなたは今そのと彼は娘を見た。今その結婚をなさるとかなさらないとか言われたようですが。そんなことは申しません。 とわたくしあなたとけっこんはいたしませんと申したんですわ。はあ,あそうですか。ええそうですわ。とみぎわはいった。おわかりになりましてひょうえは「わかりました」とうなずいた。しかしとひょうえはいった。どうしてあなたはそんなことをわざわざこわりにいらしたんですか のめをつた。じっと見つめてそして言った「申してもようございますのええ伺いたいですね。では申しましょう」と右輪は言った「それはあなたがここへいらしたからですわ」そして彼女はしとやかに出ていった「ひょうへは」 しまった障子をながめ遠ざかってゆく忍び足の音を聞いていたその足音が聞こえなくなってからもややしばらくぼうぜんと座っていたがやがて静かに首を振った「変な娘だ」と彼はつぶやいた「頭がどうかしているんじゃないか?」ヒョウはその夜よく眠った 明る朝食事のあとで兵衛は初めて殿と妖娥をした手紙で頼んだことはすべて箇条書きにしてあったし注意すべきことは殿が話してくれた兵衛は椿ヶ丘山荘の図面と箇条書きに一通り目を通してそれをしまった「一つ聞きたいのだが」と殿が言った 底元はこの役を申しつけられたのかそれとも自分から望んだのか私から願って出たのです。難しい役目だということを知っているか知っているつもりです。非常に難しい役だ。と殿もは言った。現在はやむを得ないということが分かっている。一般の暗記に関わることだし。 こうすほかに手段のないということは今はみんなが知っているしかし年月がたつと人の気持ちも変わるし今のこの事情をよく知らぬ者も,も出てくるその時でも若殿のお命を縮めたという事実と誰がお縮め申したかということは忘れられはしないそしてどんな批評が起こるかということはわかるだろう 私の気持ちを申しましょうと兵衛は言った私がこの役を願い出たのは若殿がおいたわしいからですどうしてもそうしなければならないのなら自分がやろう他の者にはやらせたくないと思ったのです後の批判などはかまわぬというのかその時はその時のことだと思います殿もは「うん」と言った。 それからふといぶかしげにヒ衛を見た。だが、と殿もは言った。なぜそこもとが自分でやらなければならないのだ昔、若殿の格友にあがっていたからです。それだけの理由か。ヒ衛は何か言おうとしたが、唾をのんでうなずきながら、そうです、と答えた。 それから四五日、彼は城下の町々やその近郊を歩き椿ヶ丘へも行ってみた9月下旬の気候のいい時で山や丘の多いその土地は目を向けるところに美しい眺めがありどんなに歩き回っても飽きることがなかったある日雨が降った兵衛は河童を羽織 傘を差して辰巳神殿という村へ出かけていった訪ねたのは五郎兵衛という百姓の家で箇条書きによるとそこには梅といって大井之助が一番初めにさらった娘がいるはずであったその家にその娘はいた梅は二十歳だという日に焼けているが 丸っいい健康そうな目のかわいい娘であったヒ衛は隠居場を借りて梅と二人だけで話した第三章話は半時ばかりで終わったがヒ衛を驚かした彼女はまず自分はさらわれたのではないと言った さらわれたのではないって。はい。と梅はこっくりをした「私は自分から5点上がったんです」ヒ衛はそこで説明した「これは彼女自身のために聞くのでどんなことを言ってもとがめられはしないし場合によっては藩から償いが出るかもしれないだからぜひ正直なことを話してもらいたい」 と念をして言った「でも私嘘は言いません」と梅ははっきり答えた「お父っんやおっさんに聞いても分かります」「私本当に自分で5点上がったんですから」「どうしてだそれは」「梅は目を伏せた」「何か訳があるんだな?」「はい」と梅はこっくりをした。 では「その訳を話してごらんそれは」と梅は言ったそれはあの若さまがおかわいそうに見えたからですひょうは口をつぐんだそれから言った「若さまがかわいそうに見えたって?」はいと梅はこっくりをしたご家来方と 遠りにいらしてこのうちへご休息にお寄りになったときがお茶を差し上げましたその前にも二度ばかり馬でかけていらっしゃるのを遠くから拝見したことがありますでもおそばへ寄ったのはそれが初めてでした兵衛はうなずいたそのときお顔やご様子を見て私胸のここが絞られるようになりました ここんなこと申し上げていいでひょうえはまたうなずいたでも言えませんわ梅は首を振った口ではよく言えません若さまはさびしそうな悲しそうなちょうど捨てられた子どもが母親を探しているようないいえもっととりぼっちなお顔をしていらっしゃいました私は 胸が痛いような苦しいような気持ちになってどうしても何かして差し上げずにはいられなくなったんです何かして差し上げたのかと梅は言ったヤマメの煮たのがありましたから親たちはよせと言いましたけれどどうぞお口をごしにと差し上げました大井之助はそれを食べて「まい」と言った。 なんという魚やまめでございますおまえの料理かあたしが焼いて干してそして煮ましたもうないかまだございますでは屋敷へ持ってまいれそんな問答をして大井いのすけは帰っていったそしてつばきがおへ届けたのか たしが行きましたと梅は言った若さまはお庭まであたしをお呼びになりお手数からお菓子をくださいましたあたしはまた胸のここが切なくなって夢中で御殿のおは下にお使いくださいましてそう言って泣いてしまいました葵之助は梅の様子を眺めそれから「よし」と言った。 家へは使いをやるからよかったら今からここにいるがいいありがとうございます俺は感ん持ちだぞはい酒を飲むと暴れるぞはいよければい体いだけいろ嫌になったら返してやる嫌になんかなりません俺を知らないからだ いやになんか決してなりませんよしいてみろだが俺に触ってはならんぞ大井之助はそう言った梅は半月ほどいて無理に家へ帰された理由は大井之助に触れようとしたからである梅は「触ってはならん」という言葉がそれほど大事だとは思っていなかったしパキ抱いて、 慰めたいという気持ちがどうしても抑えきれなくなった「おそばに上がってから若さまがどんなに独り持ちだかということがよくわかりました」と梅は言った「お酒によって乱暴をなさるときでさえこちらの胸が絞られるほどお寂しそうなんです」「悲しい苦しいつらいことがお胸にいっぱいあってそれをじっと噛み殺していらっしゃるような」 本当にたまらなくなるほどおさびしそうなんです梅は見ていられなくなったじっとしていられないどうにかしてあげなければ自分の方が耐えられなくなった梅は大井之の助の神女へ行った大井之助は梅を突き飛ばし襟紙をつかんで引きずっていき広縁から庭へ投げ飛ばした二度と顔を見せるな とすけは叫んだ。は泣いてわびたが、いの助はきかなかった。梅は家へ返され、100日ばかりは病人のようになっていた。「今でも」と梅は言った。「これから先も私はきっと若さまのことが忘れられないでしょう。いっそ死んでしまおうかと思ったこともありました。けれど若さまが生きていらっしゃるうちは死ねない。 若が生きていらっしゃるうちは生きていようそう気がついて思い止まりました「梅は泣き出した泣きながら大井之助をあわれがりもう一度そばづかいができたら死んでもいい」などと言った雨の中を帰りながら兵衛は自分が深く感動しているのに気づいた 吉岡新之助を切ったことが原因か。と彼は呟いた。それが心の傷になって今なお自分を苦しめていらっしゃるのだろうか。そうかもしれない。おそらくそうだろう。と兵衛は心の中で思った。兵衛は大井之助を大島丸の自分から知っている。十五人の学友の中でも、 学友が5人に減らされてからも彼は誰より大井之助に好かれていた確かに好かれていたと思うし彼の方でも自分が一番大井之助を理解していると信じていたやはりそうだ原因はそれだと兵衛はつぶやいたあの小気性で人を手にかけてそのまま忘れることのできるような方ではない やはり俺が来てよかった。ことによるとうまくいくかもしれないぞ。ヒ衛はにわかに勇気が出たようであった。彼はさらわれた娘たちを過剰書きに従って尋ねた。一年ばかりのうちに全部で十七人いた。彼はその娘たちに会い、高所を取って母音を押させた。彼女たちの話は 辰巳神殿の梅のものとよく似ていた梅以外のものは自分から望んだのでなく初めは強要されて山荘へ行った中にはほとんどさらわれたと言っていい手段で連れて行かれたものもあるしかし椿が丘で数日暮らすと皆一様に大井之助に引きつけられ大井之助から離れられなくなるのであった 若様はおな娘たちはおのおのそう言った何か随分不幸せなことがあるのでしょう誰かがついていてお慰めしなければもっとご不幸になるに違いありませんそして誰かとは娘たちそれぞれが皆自分だと信じていた大井の之助はどの一人とも親しまなかった長くて10日 大抵は五六日で返してしてまい、帰れと言い出したが最後どんなに懇願しても許されなかった娘たちの梅野も高所がそろった夜兵衛の部屋へ十右衛門がやって来た十右衛門は貸長屋の方にいるのでほとんど話をする機会がなかったのである今夜は申し上げなければならぬことがございます と右衛門が言った「後にしてくれ」「いや申し上げなければなりません」「俺は多忙だ」「何でご多忙ですか?と」と十右衛門が言った「もう半月近い間あなたは少しも落ち着かず出てばかりいらっしゃる」「一体何のためにそう外でばかりなさるのですか?」「俺は国元へ見学に来たのだ」 と兵衛は言ったうちにこもっていて見学ができるとでも言うのかねご見学は分かっておりますしかし外でばかりなさるのはそのためだけではありますまい何だってひょうえはびくっとした十右衛門はめくらではございませんそうらしいなあなたは右輪様がお気に入らぬのでございましょうひょうえは とをた「あのとんがったような娘か?」とヒョエは言った「お前はお美しいなどと言ったがなんだあのとんがったような顔」「失礼なことを仰せられる」「おまけにあの娘は頭もおかしい」「お口がすぎませるぞ」「お前が言いだしたんだ」とヒョエは言った「俺はまだ覚え書きを書かなければならない」 すまないが用を言ってくれないかあなたがそのおつもりならもう申し上げることはございません怒ったのかどうぞ覚えきをお書きください私はこれで下がりますそして十右衛門は出て行ったなんだと氷衛はつぶやいたおかしなやつだな <laughs> あくる日兵衛は泉屋をたずねた 泉屋の店は城下町の中央で青柳通りというところにあり大きな御福商を営んでいた先代から藩の金御用を務めているそうで五宗の土蔵がありやはり土蔵作りの店の奥に庭を構えた別棟の住まいがある敷地は三百坪ほどらしいが住まいの造りなどは 筆頭画廊の広岡家よりも立派に見えた仁助は在宅ですぐに兵衛と会った第四章仁助の話は兵衛を失望させた大井之助は彼を酒の相手に呼び乱水の上突然切りつけた自身が抱き留めたから腕一本で済んだが 危うく一命を失うところだったもちろん狂気というほかはないと仁助は言った何か機嫌に触るようなことでも言ったのではないかどういたしまして乱水のお癖のあることは聞いていましたからそれこそ腫れ物へ触るように注意していたのですその席にいた自身は誰と誰だったか 私はそれまでに前後三度ご機嫌伺いに上がりましたがおそばにいるのはいつも松原、井上、岡本のお三人でした。わかった。江戸からお調べに来られたのですか正直に言ってしまおう。兵衛は打ち解けて話した。仁助はもう五十六七になるし藩とは深い関係があるので 大井之助の除名に協力してくれるかもしれないと思った。仁助は首を振った。彼は大井之助を憎悪していた。半家が大事なら目をつむるべき時だ。などと言った。事情を話したのは失敗だった。正直に打ち明けたことを悔やみながら、兵衛は大井号へ回った。そこは城下町から西へ、 一里余り行ったところで、瀬ギの家は遠くから見てもすぐ分かった。その屋敷は松原川を前にし、後ろを丘に囲まれていた。寮内でも指折りの地主で、名字台頭を許され、庄屋の他に小預かりという役を兼ね、ある九兵衛は城中にも席があった。屋敷は、 炊事塀を回し黒い歌舞伎門で洗剤から玄関の構えなどまるで堂々たる武家屋敷のようであった久兵衛は寝ていた太ももから切断した傷跡が近頃また可能して治療し直さなければならないということであった久兵衛は三十六七歳の肥えたたくましい体つきであり肉の厚い顔も 眉が太く唇が厚くいかにも性感という感じであったこれも望みはないな兵衛はそう直感した望みがないどころではなく久兵衛は逆に大井之の助の罪を数え立てた大井之助は遠乗りに来て立ち寄り酒を要求したので趣向を整えて接待した 九兵衛はもう泉屋の出来事を知っていたから、自分は挨拶をしただけで下がり、妻と女たちだけで給仕をさせた。大井之助は機嫌よく飲み、帰るというので九兵衛が挨拶に出た。すると、無礼者と叫んで、抜き打ちに切りつけた。主が接待に出ず、下女に給仕させたというのである。 自身が五人いて、三人が大井之助を抱きとめ、他の二人がうべいを助けて逃げた。その時の人たちで太ももの骨まで切られ、医師はすぐ怪我を呼んで切断したということであった。泉やと私だけではありません、とうべいは言った。江戸ではご存じないかもしれないが、他にも三人。若殿に切られて、 怪我をした者がおります。そして九兵衛はその三人の名を挙げた。監禁するか、もっと思い切った方法を取るか。と九兵衛は言った。とにかく、一日も早く処置をしないと、取り返しのつかぬことになりますぞ。半家のために必要とあれば、若の一人の命を縮めるくらい、稀なことではない時代だった。 幕府歴代の将軍の中にさえ暗殺されたと伝えられる例がある兵衛はがっかりして瀬木家を出た久兵衛の挙げた三人やはり大井之助に傷つけられたという三人のことはもう当たってみるまでもないと思ったもう直に会うより他にない兵衛は自分に言った 会ってて話してみよう。昔の学友の気持ちになって話せばあの方も分かってくれるかもしれない彼はそう決心したその日下城してきた広岡殿もは兵衛を呼んで江戸の殿が病がされてかなり悪いらしいと言ったその朝江戸から九死の知らせが来て早く 大井の助の始末をするようにという上位があったとも告げた「そこもとのしていることはよくわかる」と殿もは言ったしかしここに至っては多少の好条件を集めたくらいでは事を挽回するわけにはいかない現に椿が丘には今でも娘が一人さらわれたまま返されずにいるのだ 妙日山荘へ行くつもりです。助立を出そう、と殿もが言った。腕の立つ者が二人いる。それを連れて行くがいい。いや、一人で参ります。自身が十人いるぞ。知っています。しかも、葉山上右衛門という者はやり定積一之助と荒井九馬は東方の達者だと聞いている。 それも知っています。と、兵衛は言った。荒井とは手合わせをしたことはありませんが、葉山や定摘とはたびたびやりました。殿もは、兵衛の顔を見守った。では、いいように。と、殿もが言った。私は、そこもとが、めでたく役目を果たして、江戸へ復命に帰るものと信じているぞ。兵衛は答えなかった。 夕下の禅には、あれ以来、初めて酒がついた。兵衛は、酒好きに三つ飲んでやめた。その夜、十時頃のことであるが、兵衛は、江戸の母に手紙を書いていた。国元見学という名目で来たが、実は、近々の役を仰せつけられ、明日は山荘へ行くつもりである。精神も尽くして、 誤解心を願ってみる。まだ誤解心の望みはあると思うがもしだめなら仰せつけられたとおりにするおいたわしいがお家番台のためであり相模の神様のご意志であるからやむを得ないまた役目を果たしたら自分もその場で切腹し読みのお供をする覚悟でいる先立つ不幸は詫びようがないけれども 小馬前に打ち死にをしたと思って許していただきたいそこまで書いてきて兵衛はふと振り返った障子を開けて右輪が静かに入ってきた兵衛は書きかけの手紙を隠した声をおかけしたのですけれどと右輪は言ったお返事がないものですから 何か用ですかお詫びに参りました。ヒョウは娘を見た。娘は美しかった。化粧をしているためだろうか。いや、この前も化粧はしていた。変わっているのは着物や帯だけだろう。しかし顔つきは見違えるように美しい。ふっくらとした方や、 うるみを帯びた目や恥ずかしそうにすぼめた口元などむしろ老ウた,たと言いたいくらい優雅に見えたこれがあの晩のとんがったような娘か兵衛は化かされたような気持ちになった正貴様がなぜこちらへいらしたかという本当のことを私今夜初めて伺いました そんなことを誰が。父が母に話しておりましたの。と右輪は言った。私知らなかったものですからあんなはしたないことを申し上げてしまってお詫びを申すよりも私あんまり恥ずかしくて死にたいような気持ちですわ。そして彼女は身をもむようにしたその言葉の通り。 耳まで赤くして、まさに恥じらいのために、毛も入りたそうな様子だった。勘違いは誰にだってあるものです、と兵衛は言った。しかし一体あの晩はどうしてあんなことを言いに来られたんですか。それはご存知のはずです <laughs> いや、わかりません。私には見当もつきませんね。なんて。 そ右輪はヒョウエの顔を見上げ彼の言うことが事実らしいのに気づいて今度はもっと恥ずかしくなったと見え片方のたもとで自分の顔を覆った「私どうしましょう?」「一体何事です」とヒョウエは言った「訳を言ってください何がどうしたというんですか?」「どうぞ」 しし、てくださいまし私からは申し上げられませんそして「ごめんあそばせ」と言いながら顔を覆ったまま廊下へ出ていった「どういうことだ?」開けたままの障子を眺めながらとうえはまた任されでもしたような気持ちになった「しかしきれいじゃないか」と彼はつぶやいた あの晩はあんなにとんがったような娘だったのに、わけがわからない。彼は母への手紙を書き続けた。明くる朝、殿もはヒ衛に参拝の指揮をしてくれた。ヒ衛は素直に襲儀を受けた。新しい肌着に白の下着、父の形見の小袖を重ねたが、これは いつでも両袖を脱げるように少しくつろげてきた。十右衛門は着替えの世話をしながら低く囁く,ささやくように言った。右輪様のことをご存じなかったのですか何をヒ衛は上の空だった。ご縁談のことです。縁談だってヒ衛は振り返った。こちら様から ご母堂に話があり、それでご見学という名目でいらしたのではございませんか兵衛は疑わしげに十右衛門を見た。ご存じなかったのですか知らなかった、と兵衛は言った。母上は何もおっしゃらなかったし、廣岡さんからも別に。言いかけて彼は口をつぐんだ。別にどうだったのです 扇子をくれと氷へは言った。それから刀だ私はお嬢様から話を伺いましたあの人はきれいだと嬢へは言ったお前の言った通りきれいだ俺の目はどうかしていたらしいなあなたのお役目のことも伺いました机の上に手紙があると嬢へは言った 俺に万一のことがあったら、母上に届けてくれ。第五章。十右衛門は、友をすると言い張ったが、兵衛は許さなかった。